はいどうもきつねですえーとですねここはどこかというと上諏訪駅ですねはいまあ、なぜここにいるかっていうとまあ別になんかこの上諏訪駅にあるなんか足湯に浸かりに来たってわけじゃないんですよえーとですねまあこれ、まあ、ちょっと今回入らんかったですけどいつかちょっと入ってみたいなっていうのはまあそれはそれであるとしてちなみにこのねお湯が炊いてるんですけどここにめっちゃ暑かったですちょっと暑かったですねはいめっちゃって言っちゃったけどねまあ暑かったですはい で、今回の目的地である地の駅に着きましたとで何でさっき上総駅取ってたんかっていうとまあちょっと乗り換えの都合上、まあ、まあそう降りる羽目になりましたということではいでここが知、まあの市民館の中には知、まあの図書館ですかねえっ、ー、とまあ図書館なんですけどこんな図書館初めて見ましたねこの横長であの開放感のある図書館初めて見ましたと、うん、普通なんか図書館って1個の建物の中に なんか本棚がずらーってなんでる感じなんですけど、まあ、ここはもうすげえ開放感がめっちゃあってただなんかすごい開放感ありすぎるのかすごいなんか日焼けした本がいっぱいありましたけどねまあ今回なんか、まあ、特にここにはなんか用事はなかったけどな結構なんかなんか変わった書籍が多かったんですねうんなんとか論とかそういう感じの本がめっちゃ多かったまあなんかもし用事があったら行くかなーぐらいですかねあんのかな <laughs> はい、で、駅の周りはこんな感じですねえー、とまあ正面になんか電車のあの線路があって「まあ、地の駅ですと」と、うん、まあ、さっき入ってった建物ですねでこの日このまあ看板はさっておきとしてこの左手ですねこれ左手正面に行くと土偶なんですよねこれ確かこの縄文時代のなんか土偶みたいなやつがなかんか辛抱流れ飾って 立っていいるという感じでしまあなんか汽車がありましたね、まあ、あんま僕ってそんな鉄道オタクじゃないんで全然この汽者が何なのかって全然わかんないんですけどまあなんかこれもなんかなんか多分41267っていうんですかねなんかこれもいつ動いてたのかわかんないけどまあ実際なんか大正とか明治動いてたんですかね。<laughs> まあこのなんか棋者もすごいなんか風情があって。 まあ、当時だなんかもし実際に動,動かすんだったらちょっと乗ってみたいなっていう気持ちはありますはい <laughs>、うん、まあなんかちょっと例線路となんか車輪かな車輪だねうん、まあ、車輪もいい感じになんか老朽化してるっていうのかそんな感じですねもう <laughs> あんまりなんかこの汽車って詳しくないから、ま、もうなんか鉄道とかいたらぜひちょっと教えてもらいたいですねはい。<laughs> はいえー、ここは県道192号線ですね、まあ、それをまあそのまま北上してって歩いてってますまあ結構すごいのどかで誰もいないんですよねなんか歩いてる人はそんないなくてなんかすごいなんか開放感のある街道ですね、まあ、結構のどかで奥にはすごいなんか山が見えてすごいのほほんとのんびりと、まあ、そんな感じでまあ車を越してきましたけど、まあ、結構なんかのんびりとなんか ゆったりと散歩がてら歩いてる感じですよねあんまり人がいないからすごいまあ人がいなくてなんか気持ちいいっていのはあるかもしれないですねまあ奥の山もなんかすごいいい景色ですし、まあ、すごいゆったりと時間が流れていく感じですねはいえー、とここはまあ県道192号の中まあ鉄道の何かトンネル 最初に出てくる交差点なんですけどここは192号線とあの旧甲州街道を交わってるあの交差点ですねまあここはなんかまあ右行ったら、まあ、右行ってまっすぐ行ったらそのまま,まあ旧甲州街道を歩くって形になりますとで今歩いてみる道はどっちらかな旧甲州街道歩いてるのかなちょっとこの辺が記憶ちょっと忘れましたけど、まあ、まあ結構なんか北の方には歩いてってる感じですね、うん <laughs> まあ前 山がよーく見えますねと、はいうん、すごいっすよねこうなんかのこんな広々とした道ってあんまなんかやっぱ都会なかったから新鮮味がすごい <laughs> ええー、まあここどんな細字歩いてんねんって感じですけど、まあ、先でまあちょっと後ろに見えたのが国道25号と旧甲州街道の交差点でして、まあ、それをなんかそのまっ,すまっすぐ直進していったところですね。 こっからなんかね下に下っていくと、すごい眺めいいっすよねここ山がよく見えるし、なんか結構ね結構ね高度高いんですよねここってでここはまあ下,下っていく形なんですけど、まあこっからの眺めがまたすごい最高ですねで奥にまあちょちょっとね目的のね土地があってねまあこれまたちょっと説明しますうんまあ眺めいいっすよねこれ <laughs> うん なん,なんか進んでたところに階段がなんか下に下る階段があったらそのままか下がって階段を下っていくって感じですとはい <laughs>、うんまあ、この辺は特になんか言うことはなく、まあ、ただただ淡々と階段を下ってって感じですねまあそのまま階段を下ってったらあとはもうそのまま直進してっていくだけっていうね感じなんですよはいまあ結構この辺はなんか道路はなんかしっかりきれいになっててです まあちょっと桜も咲いてますもんねまだまあこれまだ4月中旬の中かまだなんか長野はねまだ咲くさこの時期は桜咲いてましたねうんで左は多分学校交差点なんでしょうねで反対側とはい <laughs> まあだいぶ差がだいぶなんか下ってきたなっていう感じでしょうこれはいえーとまあそのまままたまっすぐ行ってまたなんかこうまっすぐ歩くとね結構いろんな いろんなまあ店長が出てくるんでまあご期待くださいという <laughs> なんか次回予告みたいになっちゃいましたけどうんまあ結構この辺はね車の通りが多いですねやっぱ街店がとか店がいっぱいあるからかねうん左手はこんな感じでしたはい <laughs> で右手がすごいですね右手にはなんかいっぱいあるんですよミスタードーナツとかなんかえー、と右手はなんかそばや風呂屋かなうん よう分からんけどなんかせうんまあ店がいっぱいありますねこの辺ははいえー、とここがあの有名なえっ、ー、とリーダー時の藤森さんがジルサンダーコラボで回転ダッシュしたというユニクロの血の点になりますまああとなんか声優があったりとか、まあ、あとちなみにねユニクロまだジルサンダーコラボがねなんか残ってました1個一 <laughs> 着かうんなんかまだびっくりしたねうん 1一着だけなんかまあ残ってたってことはそんな <laughs> まだなんかそこまで浸透しなかったんかなやっぱ都会だけのブームだったんかっていうでまあそれはさておきとしてあとはまあなんか正面これバーミヤンがあるんですようんしゃぶしゃぶ食べ放題とかこれなんかねびっくりしたねバーミヤンもちゃんとねあるんだと思ってうんまあバーミヤンってそもそも1回,したこと1回しか行ったことないんだよね今会えてきて。 はいえーっね、ここがまあちょっとだいぶ穴開て横内中央公園っていうところですねまあこの時間なのかこの日なのか知らないけど、まあ、全然人そんな人いなくて、まあ、なんかのんびり散歩ができてる感じですね、まあ、結構なんかロケーションはいい感じでしてね、まあ、すごいなんか休憩とかにいいかなっていう思いましたうんまあなんか奥の方でなんか崖出れるんかなと思ったらまた道があったっていうね <laughs> なんか奥の桜並木とか見たいんやけどね、うん、すごい気になってたんですけどまあちょっとこ,こ,のこの公園からはなんかちょっと行けなかったっていうそんな感じですね、うん、この辺も桜だったのかなちょっと分かんないけど、うん、でまあ今後はちょっと渡ってって、うん、すごいっしょこれこのこのね風景眺め <laughs> めっちゃなんか夕日まあこの夕方だったんですけどすごい夕日がね 夕日とねあとなんか川とねあと桜並木のロケーションが最高でねうんめっちゃいい景色やったこれリアルで見たらちょっと感動したもん俺あんまねやっぱね都会とかなんかあんま見れなかったからこうするねこういう景色ってなんかすごいねなんか心がねなんかあなんか疲れが取れたっていうかねなんかすごいね楽気持ちがね楽になった。<laughs> まあこちら側は山が見えますとねはいで奥はまあ住宅なんか建物があるけどまあはい <laughs> そんな感じですねはいで今後はちょっと駅の方戻ってきましたけどちょ,ちょっと左手にあるなんかでっかい建物これがまあショッピングモールのベルビ,ベルビアっていうところですねでこれびっくりしたんですけどこの西野さんが茅野で講習会をやるらしいですね4月29日だそう 気になったら見,見に行ってください。ご視聴ありがとうございました。